古事記によれば、イザナミの御事が一日に血のしら首り殺さんと呪いの言葉を吐いたのが、この国で人が死ぬようになった始まりですけど。1000人以上の人間をボタン一つで殺したりしますから、黄泉の神様よりも性悪です。スシラちゃん、さすがに1000人以上なんてのは稀ですし、100人単位もそうないですね。そこまで大規模だと個人の都合じゃなさそうですけど、仕事だとしたら相当なストレスですよね。想像したら胃が痛くなってしまいましたよ。あんたはだろうね。だろうねって当たり前だよ、普通だよ。私だってそんなお仕事は嫌だもん。それで咲夜さん、今までのお話のどこがお母さんと関係あるの？あるよ。私と真由美の出会いの話だろ。真由美はその事件の関係者なんだよ。正確に言うなら関係者の血縁だ。あんたの父方の血縁、恵美子さんの話は真由美や私がしてるけど、母方の血縁について何か聞いてることはあるかい？感動されたようなものだって、帰省できる田舎がなくてごめんなさいって。とにかくそういう理由なんだよ。いや、あの頃はまだ駆け出しでね、何よりがむしゃらだったから相当無茶もやったね。あ、それじゃあ喧嘩になったりするかも。事件を取材してたの？それがだね、奇妙なことに事件があったと思われる日には B29 戦略爆撃機は飛んでいなかったらしいんだよ。その代わりに。代わりに？刀を持った鎧武者を見たって証言をその近くに住んでた住人から複数取れてね。ああ、刀、鎧、戦時中に？それってやっぱりオカルト方面のお話なんじゃ。まあオカルトの範疇だろうね。だからこそまともな証拠を握ろうって必死だったんだよ。駆け出しだと仕事選べないもんね。大変だったんだね、ご苦労様。こっちは殺されかけたっていうのに、そんなのんきな顔して加害者の娘がそんなこと言うかい？肩でも揉みしましょうか。いいよいいよ、
死んでないんだし。それより今日のところはそろそろお開きにしようか。そうですね、私いつもならとっくに寝てる時間ですよ。の子だろ、泣くんじゃないよ。ほら、あっちを見てみなよ。あんたの大好きな、だって泣くのを我慢してるんだよ。でもケイは泣いてるよ。
人様よりは10年ほど早かったみたいだけど、それでも恵美子さんは安らかに息を引き取ったんだ。いいかい、人はね、100年生きるか生きないかのうちに誰もが死んでしまうものなんだよ。もちろんあんたもね。死んじゃうの？死ぬね、間違いなく。やだよ、そんなの嫌だよ。だろうね。大昔から人は長生きしたがるものだよ。そりゃ大変結構なことさ。でもあんた、恵美子さんが死んでしまって悲しいだろ？置いてけぼりを食ったみたいで悲しいだろ？おばあちゃん。だから長生きすればいいってもんでもないんだよ。一人だけ死ねないやつは最後には一人ぼっちになっちまうんだから。でもそうだね、一人先に死んじまうのもやっぱり寂しいもんだね。だからね、人として自然に生まれて人として自然に死ぬのはそれなりに幸せなことなんじゃないかって私は思うんだよ。おばあちゃんは幸せなの？さて、本人にしかわからないことだしね。でもまあ、悪い死に方じゃないと思うよ。子供に先立たれる不幸もあったけど、見とる子供も孫もいる。それで眠るように行けたんだ。まだ心残りはあるだろうけど、それでも。恵美子さんは、真由美は